はい、黄金世代のことでございます。おはようございますというところで朝のトークやっていきたいんですけども、よろしくお願いします。まずは昨日ですね、 YouTube ライブの方来ていただきまして誠にありがとうございました。久しぶりにね、調整大軍さんというかウェーブさんと、交流戦させていただいたんですけども、いろんなデッキが出てきて非常に勉強になりましたね。新キャラとかいっぱい出てきて、さあその中、その流れでゲスト来ていただいております朝トークなんですけど、トーマさんおはようございます。はい、おはようございます。そして道連れでザッキーさんおはようございます。おはようございます。爽やか。おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ、まずはですね、昨日のデッキどうでした？皆さんいろんなの出てきました。なんかこれはってありましたか？やっぱり新田ですかね。いろんなキーパー見れるっていうところで使いどころはありそうだなと思いましたよ。新田良かったっすね。デバフの人は新田スタメンの方がいいっすね。新田とナトレーザーだったらどうなんですかね、デバフナトと。新田に関しては低浮きしかできないんで、ナトの方がバリエーションはありますね。ただ渾身とかじゃないですから、はい、確かに何回でも打てるってことですね。そう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 。ナトがだってフルメタ打てればね、ナトの方が強いけど、フルメタなかった場合は新田の方がいいのかな。ああ、新田の方がいいですね。そうだよね。あとあれですよね、混戦の代償でね、もしそのパスを起点にされたとしてもっていうところがあるんで、そういうのはいいですよね。いや、昨日一番気になったのは木杉くん、誰か使ってくんねえかなってすげえ思っちゃう。それね、小野さんずっと言ってましたね。それ小野さん言ってましたね。一応シュートとドリブルは99にしたんですよ。したんですか？トーマチェック上だと使い勝手悪すぎだろとか思う。ああ、悪いっすね。条件が小田君より条件がハードだなと思って。そうっすね。でもそれでいくとやっぱ J の反り待ち、J の力の反り待ちがもうちょっとね、諦めない心1回だったらよかったっすよね。そうですね。うん、2回だから使う用途に入っていかないっすよね。そうなんだよね。ザッキーさん、スパスタ4の道先月やりましたが、今月はどうするんですか？いや、あれですよ、僕だからやるつもりで意気揚々と8月1日スタートしたんですよ。はいはいはい。そしたらね、フルボッコに先月オランダがまだ完成ちょうどちょっとギリギリしてなかったんで、はい、じゃあ先月も同じデッキで行こうって言ってナトゥ、青入れてやったらもう3連敗ぐらいして、あ、AI 出てこなかった。出てこなくて、1試合3対0ぐらいにボッコボコにされて、ちょっと、今ね、心が折れてますね、一回。だから今、オランダパー、一応、昨日使ったデッキが、何パーだっけね、48%の、デバフ耐性 21.5 なんで、まあ、これでちょっと、またやってみようかなとは思ってます。あ、それはね、それは強いですね、トーマさんね。それは強いパターンですね。うん、オランダパのガード21持ちで上下69は強いよ。なんでちょっとそこを、あとこれが今迷ってるのがドールマン、バフ盛りにしようかなっていう時に控えキーパーをミューラーなのかドールマンなのかがめっちゃ悩んでますね。両方入れたらいいんじゃない？枠が。枠が。まあその辺はちょっとね、またでも、はい、動画見ていただいて。せっかくなんでまたね、スパスタ4に戻りたいなと思います。そうですね。さあ、気になるところ、トーマさん、今月のデッキはどんなデッキだ？今月のデッキはですね、まあ、僕スタメンで反町くんのゴールデン23ですね。ああ、はいはいはい、技ね、技、まあ、そちらを入れて、はい、であとは佐野くん取ったので、はいはいはい、佐野くんを入れてるっていう感じです。やっぱ即2本はちゃんと取ってくんですね。三崎とか取ってたからちょっとびっくりしたんだけど、はい。なのでチムスキが今即日本で75組めてますね。そういうこと。やっとチムスキが組めたってこと、ね、やっと揃いました。はい、すごい。でもトーマさん、面白いのが周年ガチャしなくてもちゃんとスパスタいけんだなと思って。まあ結構ギリですよ、本当に。プラチナでも大変ですよ。いや、今プラチナとスパスタのなんかそのあれ、そんな変わんなくないですか、デッキお相手。まあ、デッキは変わらないですね。デッキは変わらない。レベルは全然違う気はする。なるほどね。うん、やっぱりスパスタになると急におかしくなってくる。どうおかしくなる。急になんか攻め手がなくなるというか。まあまあまあ、みんなね、考えてやってますからね。その穴、敵の、その相手チームの穴を攻めにくくなるってことですね。まあそうですね。さっきさんは今月はね、メーター振り切りがノルマかなと
そう、先月518位だったんですよね。なんで？そう、頑張ってる。いや、めっちゃ後半、うん、仕事がめちゃくちゃ予定外に忙しくなっちゃって。そこも寝ないでやらんと。寝ないでやったら多分仕事に支障が出るレベルに忙しかったんで、ちょっとさすがに追い切れなかったです。さすがに追い切れなかったですね。あと多分、そうですね、多分1000ポイント上乗せしとけば全然いけたかなっていう。天下518だから200ポイントぐらいでよかったんじゃない？で、いけましたかね？いけると思うよ、多分。あの、基本的に、あの、保つ欲しければ、1万6000を目指さなきゃダメなんですよ。あ、そういうことですね。そう。保つ、まあ、今、最近は1万6000いかなくても、500は入れるんですけど、基本は4の真ん中くらいまでいってれば、大体保つ取れるんですよ。なるほど。じゃあそれを目指して、はい、で毎月保つ1枚。保つ確実に欲しい人は、あの4メーター振り切れば、大体保つは取れる。あ、そう、それ、あの、竹脇さんから思いました。じゃあ、ザッキーさん、次はメーター振り切りで、あの、確定、多分大体確定で取れると思うから頑張ってねって言われました。目指したいですね。トーマさん、一緒に目指したいんですけどね、トーマさん。うん、応援してますよ、僕は。応援かい。トーマさん、ハガレンが忙しいから。今この間始まったやつですね。ハガレン面白い、はいはいはい、まあ、今んとこ面白くやれてますよ。原作読んだ。スクエニがリリースしてんだっけ。そうですね、スクエニがやってるやつですね。スクエニだから配課金仕様なのかな。ああ、でも結構お金を使うポイント多い感じしました。そうだよね、はい、スクエニだから多分課金の仕様がえぐいと思う。ハガレンモバイルでしたっけ名前。ハガモバ。ハガレンってザッキーさん世代じゃないの。僕やってないんですよね。いや、やってないか見てないんですよね、ハガレン。あ、そうなんだ。僕はあの、ゴリゴリのジャンプ派なので、ジャンプ作品はゴリゴリ、だから古い作品も、それこそ、キン肉マンとか、あの、まあ、キャプツバもそうですけど、世代よりちょっと上の作品、フェイントセイヤとかもそうですけど、めっちゃ見るんですけど、他のね、ガンプラもやってないですね。ガンプラじゃない、ジャンプラ。ジャンプラ。あ、は、あれ、見てますよ。ああ、最近好きな漫画なんですか。最近でもそんなに昔ほどないですね。アニメ、本気のアニメとか見てます。アニメ、あ、まあでも あれですね、テニプリは見てますね。あれテニプリなんかよくわからないんだけど。テニプリ、あの、やっぱりあのテニプリがっつり世代なんで。なるほど。はい、は見てますね。でもアニメもまあキングダム見たりテニプリ、 あと何だろう、あとなんか見てるかな。トマさん何見てんの。最近は見てないんですよね、アニメを。あ、今期見てないんだ。そうなんですよ。いや、もう今期リコリコにハマっちゃって、オバロとリコリコにハマっちゃって。聞いたことないですけど、リコリコ。聞いたことないです。いや、リコリコ見た方がいいっすよ。リコリコってなんですか。あれですよ、リコルス リなんとか。あ、なんか今検索したら出てきて。リコリスコイル。あ、そう、リコリス・リコイルなんですけど、A1 ピクチャーズのオリジナル作品なんですけど、すっげえ面白いです。そうなんですね。そうそうそう。バディ、あの、女の子のバディものなんですけど、ほう。すごい、オリジナルなのに、ツイッターのフォロワーが、4話で10、もう20万人近くいるんですよ。すごっ。多分アニメ2人とも詳しいからかと思うんだけど、ツイッターのフォロワーでそんなにいるのすごいっしょ。あ、松岡さん出てるんですね。そう猿之助の吉田さん、うん、まあまあ、あと何見てるか。自分はオバロとリコリコ、ルビーは、うん、ルビーやっぱちょっとでも日本になってからちょっと微妙いかな。 それで思い出したのがあれですね、僕フード探偵ですね。フード探偵仮面ライダーダブルのアニメ版、まあ漫画が出てて、それが U-NEXT で、先週配信開始で、今週、まあ週が変わったやつで多分地上波やるはずなんですけど。そんなのあるんだね。そう、仮面ライダーダブルのがやっぱ人気があったんで、それを続編を漫画でやってるんですよ。それのアニメ化が今期あるんで。そんなの。最近トーマさんなんか気になったアニメとか漫画ありますか。僕最近本当 LINE 漫画をずっと読んでて、あで LINE のオリジナル漫画って結構面白いんですよ。そうなんですか。何がおすすめなんですか。本当にいわゆるあの、うん、まあ、ナロー系みたいなやつなんですけど、本当にそういうのがめっちゃたくさんあって。おすすめの作品名は
まあ、今見てんのがありすぎてちょっと名前が出てこないな。こんなにあるこんなにあるのありすぎて出てこないぐらいあるのってすごいですね、本当にあれなんですよ。毎日無料みたいな感じなんですよ。毎日無料で、はいはいはい、毎日月曜日からもう日曜日まで更新されるんで、うんうんうん、で1日につき5件ぐらい見てますね。すごっ、そんなに見れるんだね。そうですね、もうずっと無料で見れますよ。はい、漫画の話で今日はこの辺で終わりたいなと思うんですけど、皆さんのおすすめの漫画もね、漫画アニメ、もしこれ面白いよ、今期のアニメこれ面白いよあればぜひお願いします。自分はねジョブチューンが好きなんですけど。おお、ジョブチューンいやアニメでも漫画でもねえないやこの間高速道路もやってたでしょ。あ、やってましたね。あ、僕ジョブチューンは録画してみるんで。あ、そうなんだ。エビナとエビナと足柄やってて、とあともう一個ありましたよね。3、3つでしたね。あ、3つやってた。ええー、なんだっけ、もうちょっと名前出てこないですけど3つでしたよ。エビナだからもう談合坂とエビナだとどっちが好きかっていうところもね結構分かれますね。言ってたのはエビナかな。なんでまあエビナの方がでかいですけどね。まあそうですね、なんかまあなかなか僕車乗らないんであれですけど、はい、あの知り合いとたまたまどっか行くっていう時とかに寄ってるのはエビナは寄っていこうかみたいな話は、でも相変わらず人多いなみたいな会話を必ずしてました ね、 ですね、はい。まあさあそんなくだらない話で今日すいません力尽きそうなんで今日この辺で終わりたいなと思ってさあ、そんなところで明日もですね夜9時から、あ、明日じゃない、今日から、今日ですね、はい、今日も夜9時から、YouTube ライブ、ウェーブさんとやりますので、ぜひお時間あったら遊びに来てください。はい、さあ、いろんな出来見れるかなと思いますので、楽しみにしていただければと思います。さあ、そのところで今日はこの辺で終わっていきたいなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、まだしてない方、トマさん、でももう無理だよね、多分あのチャンネルほとんどみんなしてくれてるもんね。そうですね、割合的にはかなり高いです、ね。割合的にもうちょっと限界じゃないかなっていうくらいしていただいてる。すごいっすよね、本当に。イクメンの皆さん本当にありがとうございます。イクメンみたいな言い方になってる。イクメンの皆さん本当ありがとうございます。本当皆さんがいて我々があのモチベになってますので、今後ともよろしくお願いします。さあ、そんなところで今日はこの辺で終わっていきたいなと思います。いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。